今日は新しいライオンのボールモーティブのプライドで投げていきたいと思います。まだねどういう動きするかとかも何も調べてないので、ちょっとぶつけ本番で投げた感じ、まあ、曲がるように穴は開けてもらってると思うので、まあ、よく曲がると想定して投げていきたいと思います。初投げです。どうも、コバイチの嫁、コバイヨシカナです。はい、初めてのボール投げていきますよ。さあどうかな。最近ねよく立ってる位置で立って投げようかな。あれどこだっけ、ここかな、どこに立ってるか忘れちゃった。最近よく立つ位置多分ここだと思うんですけど、で2番スパットを狙って投げます。おっと、やばい、一発目からストライク、紙ボールが来たかもしれん。ただちょっと指の抜け感がちょっと怖かったです。ぎこちなかった、やばい。いい相棒になってくれるといいな。ちょっと指が怖いけどね。ただめっちゃ曲がるね、本当に。もう戻ってこないかと思ったもんね。ああ、ちょっと今ひよったな。はい。よいしょ。投げます。ちょっと。スピアボールがないので、ペア、ナイスカバー、いいじゃんいいじゃん。そう、最近スピアボールでスピアが取れないからさ。よし、日和らずに投げよう。あー、ちょっと外出しすぎた。わー、やっぱり出しすぎた。さすがに戻らんか、あそこは。ちょっと出しすぎちゃった。よしよし。もうちょっと奥だな。よいしょ。うわー、惜しい惜しい。ふう、悪くはないな。でもを狙います。うー、残ってる。よし、これで左が取れればボールが合ってるってことなんだけど。お疲れ様です。合ってる。いや、ナイスカバー、ちゃんと取れる。なんか転がりがスムーズな気がします。あ、ちょっと長すぎた、長すぎた。よし、
ほう。ではナイスカバーやったぜ。よし、嬉しいね。最近さ、みんながさ、スコアを200アップを続出させてるからやばいと思って、みんな上手すぎじゃんと思って、ちょっとやばいっす。私も頑張らねばと思って。うん、なんか撫で方がぎこちなかったね。てか9ゲーム投げるとかすごすぎなんだけど。私も桑田カップの時とかは投げてたけど、普段そんな投げられないな最近。てか桑田カップ1回参加しただけで終わっちゃったな。ではナイスカバー。悪くはない。悪くはないけど、なんか今日はね、球が手から綺麗に離れてる気がする。もう一枚だけちょっと右に立とうかな。あ、立ち位置大事だね。ストライク。立ち位置大事だわ。綺麗だったな。いや、これがずっと出ればいいんだけどね。そうもいかんのですよね。よいしょ。あ、ちょっとやばい。今ね、明らかにコップの手が弱かった。こうやって投げちゃった。こうしないと。オレンジでいきますね。よし。ペア、ナイスカバー。取れないかと思った一瞬ね。最後倒れてくれたわ。7番。はい、次10フレーム目です。久々になんかちゃんとストライク出てる気がしますね、動画で。ストライク出ると楽しいよね。アドレナリンが出る。よしよしよし、いい方向に、いい方向に来てるわ。いい流れが来てる。よし、戻れ。あ、弱い。弱かった。そう、弱かったな。まあ、これちょっと割れちゃったんで難しいですけど。
ダメかダメだった。はい、新しいライオンのボールで181出ました。最近の出来にしてはいい方だと思います。よし、これは期待大です。はい、はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっといい点数が出て嬉しいです。まあ、阿部190まではちょっと足りてないんですけど、まあ、180出たら最近の私のスコアからいったらいいんじゃないかなっていう感じで、また頑張っていきたいと思います。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。